はい、今回も始まりました猫背ボマンチ。私猫背上の北谷西さんのボマンチ雑貨研究所大塚千尋でお送りします。ういっす。はいはい、今回テーマね、またあの、はい、ボツのやつを発掘。ああ、はい、で、ね、あのデータ発掘してきました。はい、で今回はですね、まあ、なんか知らんけど超人みたいなことをテーマにして喋ってるっぽいんですけど。ああ、ありましたね。うん、はい、とりあえずじゃあもう聞いてみます。はい、あ、そうですね。うん、じゃあとりあえず聞いてみましょう。なんでボツになったのかを分析しながらちょっと聞いてみましょう。はい、はい、はい、今回も始まりました猫でボマンチ。私猫ビジョンの北谷重信とボマンチ雑貨研究所大塚千尋でお送りします。はい、はい、疲れました。疲れました。うん、今日は何かあったんですか？まあ毎日疲れてるかもしれないですけどね確かにね。もうあれだよ、人を超えたい。人を超えたい。うん、超える人。もう何かもう変身するなり殻を破らなかったら僕はもうこのままでは、はい、それはない、それはないですけど、ああ、それはないですけど、まあ、まあまあ、超え、人を超えていく、すなわち、超人。超人。超人といえば、やっぱあれですか？あの、まあ、超人の代名詞といえば、はい。筋肉マン？筋肉マン。僕らは子供の頃、少年ジャンプで。大人気だった。大人気でしたね、超人。ね、超人って結構います？あの筋肉マン以外にもハルク、はは、超人、超人、ロック、あ、ロックね。あ、内容はあんまり知らないですけどね。いや僕も読んでない。超人、超人、超人ビビューンはビビューン、あれはでも超人は神か。ああ、人じゃないのかな。人じゃないでしたっけ。そうですよ、あの超人はあの超えてる神だから。あれ神を超えたら何になるんですか。神の上に何かいるんだっていう話。そう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 、何か絶対神も神ですからね。もう絶対より上ですよ。ああ、なるほどね。なんかドラゴンボールみたいになんか神様の上がいっぱい、またここにもいる、まださらに上がいるんだっていうぐらいの海王神とか。そうそうそう、後付けし、だからまあ、まあまあ、あのあれですよね。まあドラゴンボールも超人の集まりですもんね。まあ言うとね、クリリンなんか人だけど、まあ最強の地球人でしょうしね。そうですね。まあ、うん、あのこの猫でボバンチの話に出てきた、はい、まあ超人といえばあのロビンマスク、まあのバラクーダですけども、バラクーダの、はい、はい、あれやっぱ分かりにくいんですかね。まあ読んでたらわかるでしょうけど、その超人のね、はい、まあ例えばロビン・マスクも、はい、超人であり普通の人間の格好をしてたり、はい、いややっぱり超人だみたいな感じになったじゃないですか、はい、でそうやってやっぱりこう一回人に戻ってまたその殻を破って超人になってみたいな、うん、だからそういうことを今言うてはったんですよね。そういうことなんでしょうか。猫さんが僕自身こう、うん、殻を破らないと。そういうことですね。ということですよね。このままじゃダメだと。このままじゃダメだと。はい。そう、超人っていうのはどうなんですか。超人っていうのは超えてし、人を超えてしまった場合、はい、そう、力持ちになるだけとかいうわけじゃないでしょ。だからハルクとかも超人で人を超えてしまったために、はい、体緑色やわ、まあ、人じゃなくなってるってことですか。服も破れてるし、はいはい、力持ちだしみたいな、うん、ちょっと乱暴な気持ちにもなってるし、はい、だからそう思うと人の方がいいなとか。ああ、そうなんだ。超え方によるっていうこと。そう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 です。なるほど。だってあの筋肉マンに出てくる超人たちも、はい、テリーマンとか、はい、あのまあブロッケンジュニアとか、はい、ブロッケンジュニアもあれかな、あのビジュアル的に、はい、どこまで許せますか、なるとして。ああ、なるほどね。もう常に角生えてるとか、
生活しにくいでしょ、超人として超えた場合。そうですね、人を超えた場合ね、まあ、ジャンクマンとかあれ、あの手でどうやってご飯食べるのっていう。いやもうあれはそうですね、うん、あの端っこの方カボンとこうこの字にするじゃないですか。ああなってたなってた、あれでおにぎりかなんか。ああそうかそうか、箱寿司っていうんですか、押し寿司言うんですか、ああいうのをこう作るんちゃいますか。ああなるほど、なんとなく絵がもう頭に浮かんだでしょ、うん、はいはい、ツタンカーメン、カーメンでしたっけ、ミスターカーメン、ミスターカーメンです。あれはもうストローで食事するじゃないですか、こう人う、ね、超人をぐるぐる巻きにして、はいはいはい、まあそういうこの食事とかも、うん、食べに行きづらいですよ。そうですね、ストローで味噌汁とか飲んだらやけどするから、ね、そうそうそう、確かにもうカニベースとかも、あ、まあでもあれ彼はあのちゃんと5本指にしてもらえる。でももうパー出したくてしょうがなかったでしょうね。ですよね。あ、ちなみになんか割と最近のそのなんだろう、ウルフマンを、はい、モチーフにした別冊ではまだカニベースがちょっと出てきてて。あ、そうなんですか、読まはったんですよ。いや、あ、これネタバレになるから。あ、そうですね、うん、難しいですね、難しいな。でもなんか手はまたそうですよね、あのウルフマンの断髪式のためにハサミに、おお、ちょっと泣ける話です。おお、なんかいいじゃないですか、うん、なんかすごい好評なんでしょあれも。ですね、やっぱりなんだろう、やっぱりその主人公じゃなかった超人たちの熱いエピソードが読めたりすると、ちょっとやっぱりなんですかね、まだもうまだ読み返したりするとその気持ちがまた変わってきますね。ああなるほどね。だからベンキマンの演技とか、はいはいはい、ベンキマンがものすごくかっこよく見えますね。あれはインカの中でしたよね、はい、そうですね、彼にも熱いエピソードがあって、いやそのね、今までこうその取り上げられてない超人たちが取り上げられると、はい、中で、はい、今もまだ取り上げられてない超人って多分結構いてると思うんやけども、そうですね、こう 誰のそういうエピソード読みたいですか。好きな超人でいうと何だろう、ちょっと読みたいのいろ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 確かにありますけどね。なんかこう超人っていう、うん、なんていうんですか、こう定義が、はい、結構それぞれ違ったりするじゃないですか、キャラクターによって、はいはい、例えばあのブロッケンジュニアなんかドクロ取ったら人間になっちゃうし、人間ですか、ね、はい、はい、なんでしたっけ、あのカピラリア、カピラリア7光線かなんかですね、超人がやられてしまう、はあ、凶悪な光線、プリズム反応、はい、あれをわーって受けるときにドクロ取っちゃうみたいな、はい、あ、そういう、それでいいんだ、そう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 、でこれなら大丈夫だぜとか、うん、なんやったらもうジェロニモみたいに、はい、その何でしたっけ、なんとかマン、スーパーマンロード行って、はいはい、超人になるとか関門、はい、クリアして人だったけど超人になれちゃ う, う、はい、そういうこういろんなパターンで超人になってるけども、そもそも今連載されてるじゃないですか、はい、筋肉マンも、はい、あれは今そもそも超人とはみたいな話やってるような感じですよね。そうです ね, ねえ、あれを読んだら猫さんも超人になれるんじゃないですか。え、あのなんとかロードを登ったりしなくていいんですか。そう、まあ、しなくてもまあそのオリジンとか言ってるからね、はいはい、まあ、そのいかに超人が生まれてきたかっていうのを。そうですね、まあそれを言い出すとなんか確かに矛盾だらけしないでもない。名前もややこしいですよ、はい、もうテリーマンとかやったらいいけども、はい、ラーメンマンなんかややこしいですよ。え、ラーメンも別に簡単じゃないですか。いやいや、でもラーメンって名前つけます？つけないで。ビビューンとかきついですよ。あれは神様やからいいのか。ああ、そうかな。ズシーンとか。そう、ラーメンマンも別にほらアンパンマンとかだって別にそのなんか食べ物にマンついてるだけだし。アンパンマンも超人なんですか、じゃあ。まあ、人じゃないけどねあれ。パンだからね。パンですね。そうか。
まとまんねえ。超人の話ってどうなんすか。これちょっと深いんで、はい、これ何週間にわたって。まあね、あの、うん、一周で喋りきれる話じゃないですね、うん、ではないんで、哲学的な感じになってくる、ね、なってくるんで、これはもう今後もこれはちょっと掘り下げていきたいと。あ、じゃあ今日はボリューム1みたいな感じですか。まあいつやるか分かんないですよね。はあ、今後まあね、うん、いかに猫さんが超人になっていくかっていうのを今後、うん、こう経過観察ということで、うん、はい、みんな見といてね、まあ、お互いキン肉マンはすごい好きだっていうことは伝わったんじゃないかと。はい、まあまあ、ということで、はい、まあ、今日はどんな感じか言われたまま、まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じですね、はい、はい、まあ、次回またお会いしましょう。はい、はい、あ、会ってくれるかな。うん、ということで See you next 猫でボボーン、See you、 という感じなんですけど、あ、どうなんですかね。いつもといつも通り、ね、うん、まあ、いつも通り、いつも通りっていつも通りなんですけど、なんか出だしの猫さんがもうダメだわみたいな、このままだとみたいな下りは出だし良かったですけどね。あれはいいのか。いや、でも、いや、まあ僕は結構好きですね。あの、け、まあ、とりあえずボツになった理由として、はい、僕は分析するには、何を目指して喋ったのかわからない、瞑想したまま終わったてるかな。まあそうですね、今もそうなんですけど、打ち合わせするんですけどね、なんか喋っていくうちにこうわけが分からなくなっていきますよね。うん、どこに向かってるのか、着地地点が謎って。そうですね、うん、まあこの辺が素人ラジオのまあ魅力というか、魅力、まあまあ、魅力じゃないですね。まあまあ魅力でしょう。でも、はい、まあ確かにこれはボツにしたけども、うん、あの、聞いてもらった皆さんは多分いつも通りやって思われてると思う。そうですね、なんかこう、うん、まあいつもよりよく喋ってんじゃないの、ハキハキとぐらいの感じですもんね、うん、ね、普通やんっていう。はい、あ、まあこれもまあまあ結論としては、まあまあその行き先がわからない、そのなんか着地点ない、はい、あ、結論が何かわからないっていうのはあるけども、これではダメだっていう、その時は結局またなんだろう、求めてるものが高かったっていうか、ちゃんと上を目指して作ってたんですよね、うん、だからこれはボツだって思って判断したんでしょうね、うん、それをもう今流しちゃうっていうか、うん、ちょっともうちょっと頑張りましょうね。いや、肩に力入れすぎない方がいいですよ、やっぱり。あ、わかりました。やっぱ緩く、あ、こんなんで、まあね、まだ垂れ流されるよ、こんなんがっていう。はい。そうです、ね。はい。ということで、まあ、この、今回聞いていただいた皆さん、はい。まあ、どうだったでしょうか。うん、そうですね。またお便りとかね、いただければ、コメントなどいただければ、また発表していきたいと思います。うん。俺も超人について語りたいよっていう人、ゲストで来てください。あ、いいですね。はい。まあ、いいや。はい。まあ、ここ、今回こんなでいいや。はい。ということで、はこれまで。はい。次回またお会いしましょう。シーエヌリスト。ってことで、ボンバン。ボンバン。俺ボンバンまで言った。あ、ちょっと間違ったね。